没知道。おかしいな。なんでこんなところに来たんだろう。このままじゃ忍者試験に間に合わないな。あっちの近道を使うか。哎呀，这次没躲掉。間に合った。ドアではなくこんなところから入ってくるとは面白いやつだ。仏像を壊した罰は後でしっかり受けてもらう。今は試験を受けに行ってこい。前面都很简单啊，超简单。玩这个要很专心。哎呦！啊，都忘记按跳的话，按下会马上下去。前面没有难度啊。忍者にとって武器はとても重要な力だ。那心丸。その忍刀を使って試験場の怪物を叩きのめしてこい。释放一道剑气。好。我应该这边也要弄一个模拟键盘的，不要弄花束点，但太慢了。吓死我，按错。よくやった。次はお前の忍術を見せてもらおうか。因为之前封测我有玩一阵子啊，所以还算可以习惯。太早按，对不对？
他怎么没有念火龙岩弹呢、啊？火龙岩弹だと、忍びの神が作った忍術を使えると、使いこなせるようにしておけ。よし、基礎能力試験は合格だ。さあ、最終試練を受けてこい。最終試練は黒竜洞に行って一匹の これがお前の最終試練の相手だ。黒竜を手なずけ、お前の召喚獣となる契約を結ぶ。これが忍者試験の最終試練だ。たくさんの危険が待ち受けている。特に洞窟の入り口に生息しているコウモリには気をつけるんだぞ。うん、果然用键盘比较好玩，比较好按啊。等下我要认真。等一下哦，等一下，我再讲你们。我现在有点忙。黒竜洞はすぐそこだな。黒竜に挑むまでもう少しだ。有时候上下会搞不清楚。啊，老实说，玩手游也是让我轻松一下，每天都配音配得太累了。啊，你是香港的哦？真假的？我等一下试试看，你等一下给我啊。欸，等我新手体验完之后，你再跟我讲 ID。这个檀木，就决定是你的喷火狼。打过邪影的男人的我，对这一只来说，那小 case 啊。Hello， 孤独。啊，按太快了，按太快了。お前を挑発しているぞ。もう黒竜に目をつけられたみたいだな。やつを追え。哦，准备还是釜山哦。欸，那苍鸟的配音是谁啊？
哦，松冈。有人死了五次，太弱了吧？哦，刀剑的同人哦，虽然我没看刀剑。先赏他一个气功波吧。我们在十二月初的时候，风车已经打了好几次了，没有难度啊。当然啊，怎么当然难多了、啊。怎么那么多外号啊？你们这样子，我很难记得住你们呢、欸。没办法啊，封测那档案会删掉，不然我也不会从头开始玩。所以我封测的时候只玩到第三章而已，不想花时间。培养一个游戏是会上档的游戏，封测的时候啦。哎，等一下，我要玩游戏还要跟你们聊，我很难，你知道吗？欸、他不会念火龙岩弹哎、欸，啊！我以为他会念，让我失望了吧。よく黒龍を打ち倒したな。さあ、召喚笛を吹いて契約を結ぶんだ。熱い！黒龍堂の底の溶岩がまた噴火するぞ。早くここを離れろ。嗯，问号怎么了？当然是刚开始玩啊！今天公测，我晚上下班才有时间玩，我早上更没时间玩啊，早上上班。黒龍は忠誠を誓う仲間となった。さあ、黒龍に乗って村に戻ろう。哦，这样弄花束了。哦，语音是要用刷的哦。我还以为是内建就有了，很聪明嘛，手游。这些臭蝙蝠，我怎么觉得顿顿的？これでお前は正真正銘の忍者になった。これからたくさんの困難な上面一条龙，我的下面一条。それはつまり死と隣り合わせの冒険に出ることを。小黑，你妈叫你回家吃饭。の道は始まったばかりだ。ゆっくりとでいい。自分だけの忍道を見つけ出すんだぞ。嗯，看第二次就无感了。究竟我的手抽到底是啥？然后嘞？类似啊，这个很好吗？风锤。
很好吗？这个很好吗？朝正前方释放一个火焰，来新碗，拉新碗，感觉蛮强的啊。好了，就这样了，我不想刷。希望这款手游撑久一点，撑个十年吧。新人成长计划什么意思啊？怎么那么多东西要按呢、啊？哦哦 ，OK， 好，还有吗？确定？还有吗？每周火药完成。我是希望这款游戏可以不要让我氪金啊！还有请求，这是你们吗 ？FT 追名。哎、欸，是你吗？那个二次元，二次元是谁？追名我知道，然后帅大叔是谁？这两个是谁？